はい、こんにちは、リーダーです。今回もゲーム発展国プラプラ実況続きやっていきましょう。前回はね、3本作りました。野球のねシューティング、ストイックアウトはちょっと久しぶりにこけ、まあこけたつも160万もですけど、まあその後ですよ。その後野球体感ゲームね、そしてこの、モテの伝道師のね、ゆうこさんが教えてくれるというこのモテコンボゆうこですが、まあいい感じにヒットしまして、まあいい感じに贅沢な資金ができてきました。はい。はい、そして前回、いよいよね、プレステ2、プレステータス2が出て、なんと市場シェアのこのトップをいく、その1000万台というね、桁違いの能力を発揮しているので、いよいよここに参入していきたいと思います。はい。で、ここに参入していって、よりこうね、高い売り上げで一気にこう資金を伸ばして、で、自社の最高ハード出していこうぜっていう作戦でございますよ。はい。で、今回もね、研究ポイントが409というものすごいポイントあるので、まず社員の能力を上げていこうと思います。やっぱまずは花かな。音楽とね、グラフィックこいつに任せることが非常に多いので、スーパーハッカーのマックスにしておきましょう。うわ、桁違い。はばねえ。お、ネット、SLG。なんだ SLG って。シミュレーションゲームか。ネットシミュレーションゲーム。ああ、あるね。はあ、ちょっと面白そう。よし、ともこも上げておきましょう。彼女もね、サウンドを任せることが多い。ただね、もうディレクター職はあんまり音楽上がんないんですよね。もう一回言っていこうか。うん、このプログラムとかシナリオは上がるけど、サウンドがあんまり上がらない。あ、まあ、それでも結構いい感じですね。ちょっとともこは教育もやっておきましょう、久しぶりにね。で、音楽が上がりそうなのは、やっぱり音楽ライブとかかな？音楽ライブですね。よし、音楽ライブやっておこう。いい感じ。もう一回やっておこうか。底上げ、底上げ。大事、大事。よし。OK。はい。で、今、8月の2週なんですが、まあ、前回の動画でもお話しした通り、この時期にね、開発しちゃうと、ちょっと早めにできすぎてしまって、せっかくゲームが今一番売れるね。冬12月にちょっと早すぎる発売になってしまうので、ちょっとまず9月1週まで置いておきましょう。はい。まあ皆さん1ヶ月ちょっと、まあ年休でも消化してくれよ。旅行でも行ってくれ。実費でな。お、え？マイクロフード社が新しいハード？なんやねん。なんやねん、お前プレステータス出たばっかりなのに違う会社がなんか出してきた。マイクロックス480。これ完全に XBOX だな。いやね、XBOX は日本じゃあんまりなかったね。強力な技術力を持って開発されたゲーム機のようです。世界中で、同時発売されるので、販売台数は伸びるかもしれません。いやいや、もうプレステータスでしょう。よし。で、9月の1週ということで新規開発。もうね、長くこの自社のハード iMac で頑張ってきましたが、プレステータスでしょう。どんくらい、うわ、40億ライセンス料、パネーな。マイクロックス480は、800万台だけど、50億かかんだね。いやいや、もう全然プレステータス2でしょ。うわ、40億は痛いが、ね、1000万台という、この、販売台数はちょっと魅力的なので、ここに行きましょう。はい、プレステータス2ライセンス交渉。ありがとうございます。わあ、いよいよですよ。買っちゃった。なんかそのまま自社ハードでいいようだ、やってた方がすぐ金たまんじゃねえかと思いのあなた。あなたが正解です。よし、じゃあプレステータス2で行きましょう。で、ジャンルか。せっかくね、今出てきた、このネットシミュレーションゲーム、行ってみますか。ネットでシミュレーション。うわ、でも開発費半端ないね。45億か。45億で4億5000万。ネットシミュレーションゲームってもう恋愛じゃね？ね、交流できる感じ。で、ここ予算倍額しちゃうと、なんか、点数が上がりすぎて、なんだろう。ゲーム発展対象取れちゃうと思うんですよ。でもね、僕自社ハードでゲーム発展対象取りたいっていうね、変な、あれがあるので、こうクオリティ重視じゃなくて、研究重視だ。研究重視でポイント貯めていきましょう。
こういう感じ。そう、売れてほしいけど、あの、点数はいらないっていうね。そういう感じ。よし、決定。で、どうしようかな。やっぱりね、僕が恋愛ゲームをね、どうしても作ってしまうとね、リアルさが出ちゃうよね。リアルさね。でも、あと、可愛いキャラクターが出てきて。まあ、あと、ネットということでね、親しみやすさがあるととてもいいでしょう。はい、決定。41作目は恋愛でネットシミュレーションゲームです。企画は誰にしてましょうかということで、前回は、藤尾先生に頼んだので、じゃあ、ジョビンに頼んでおきましょう。あ、でも、ジョビン、まあいいか、ジョビンだね。うん。はい、ジョビン。最近なんかね、ジョビンいい仕事しないからね、そろそろ書いてほしいよね。おー、伸びてる。お、3回目でこの、お、3回目でこれだけいく。うわ、4回目来た。よし、5回目、あー、来た。わー、もうこれ50超えは、確定で、さらにいく。いい仕事するね、ジョビン。あ、でも相性は普通だった。よし、ありがとうございます。よし、研究データをね、どんどん貯めて、頼むぜ。おー、恋愛がレベルになった。よし、絵を入れていきましょう。いやー、もう恋愛ゲームのね、は非常に大事なので、いやー、ここはね、もうね、300もこの、能力見てください。もう、スーパーサイヤ人ですよ、フランスワーズ・ハナ。オッケー。ええやん。あー、ちょっと、なんか、ちょっと伸び足りない。よし、こっからでしょ。ハナの能力ってこっからだよね。信じてる。お前は信じてる。おっ、5回目。わ、来た。あっしょー。あー。5回目伸びなかったね、意外と。いいね。やっぱりね、予算増額してたから、あの、前回、まあ、今まですごく早く開発してましたが、研究重視とかにすると、やっぱり開発スピードは遅いですね。うん。いい感じ。ちょうど12月にかかるかかかんないかぐらいで出せるんじゃないでしょうか。で、音楽は、まあ、ともこだね。せっかくあの音楽ライブをいっぱい行かせてて、音楽能力を底上げしましたので。ダメよ。お前がライブの会場でね、体感してきた、あの、ライブ感、生の音楽をね、そのままサウンドに落とし込んでくれ。恋愛ゲームにね。お、伸びないな。5回目でここ伸びてほしい。おー、来た。まあ、いいでしょう。まあいいでしょう。うん。お、でも全体的にいい感じ。いや、もう最近はね、出すゲーム全部行列ができますよ。よし、オッケー、バグ取り作業。で、ここの段階で、ここグッときましょう。テレビスポンサー。オッケー。あー、でもこれちょっと11月一周に出ちゃうな、もう。みんなの能力が良すぎて。あらー。あ、プレステータス。いや、お世話になりました。販売終了。で、ここで、我が社のこのね、プレステータス2の最初のタイトルですよ。ネット、シミュレーションゲーム。まあ、要するに、なんだろう。みんなでね、恋愛をシミュレーションするってことですよね。男女が入り乱れる感じだね。はい、恋愛ネットシミュレーションゲーム。テラス。もうこれはね、なんだろう。男女がね、あの、一つの家にですね、同じぐらいの人数ね、割合的には44とか55とかの男女たちが、一つの屋根の下で、暮らしましてね、まあ、そこで恋愛がね、生まれるわけですよ。で、最後は、あの、プールの中で、あの、告白するっていう感じ。はい、出荷する。テラス。お、久々に見る傑作。好きだ。毎日やってくださす。9。社員の個性を感じる8。うむ、とってもよ。うおほほほ。我が社恋愛のね、ゲーム出すと。いや、ちょっともうこれそろそろ対象取っちゃうな。取んないでくれ、逆に。よし、殿堂入り。よし、テラス発売。まあね、初週はね、100万超えちゃうよね。130万本ですよ。鬼だね。いや、これでもプレステータス効果もあるよね。楽しみ。そしたらテラスはちょっと置いておいて、次のゲーム行きましょう。そしたら次は、もちろん、プレステータス2で行きましょう。いや、これは次どうしよっかな。
まあ、今手持ちのこのジャンル大体こうやってきたんですが、まだやっていないのがテーブルゲームとレースゲームっていうのを、全然やってませんので、この辺いきますかね。テーブルゲーム、テーブルゲーム、テーブルゲームとボードゲームってどう違ったね。テーブルゲームってなんだ。今ね、大好きなウィキペディアでね、テーブルゲームを調べたんですがね、テーブルゲームはプレイヤーが実際にテーブルを囲んで行うタイプのゲームの総称、競技のボードゲームおよびカードゲームなどを含むって書いてるんですよ。でねテーブルゲームってあるんですけどね、このジャンルの中にボードゲームとカードゲームっていうのもあるんですよ。その差はなんだっていう。なんだテーブルゲームって。将棋とか囲碁とかそういうこと。まあテーブルゲームか、将棋囲碁、まあね、いまいちリバーシティは分かんないんですよね。あ、まあ僕あんま囲碁ってやったことない。将棋はね、なんかガキの頃じいちゃんとかとよくやっていたので、まあ僕的には将棋の方が馴染みがあるかな。いや、せっかくプレステータスで作るのに将棋とってまあいいか、やってみようか、やってみようよし行こう。これでもうだって将棋ってもうルール決まっちゃってますから、あの斬新さとかマニアックさはもうなくて、もうただただ手軽に親しみやすく、まあ、将棋をね、リアルなあのカチャンっていう音まで、音質をこだわったね、羽生先生とかこうパンってやった音を、なんだ、サラウンドでこう録音したやつが入ってるような、そんなね、リアルな将棋を作っていきましょう。将棋テーブルゲーム。で、企画は、どうしよっかな。こんなの、こんなのにね、エース級をぶつけるのもバカ臭いですが、まあ、外してもしゃあないんで、じゃあ、藤尾に任せましょう。藤尾先生にね。お、良い案が浮かんでおりました。うわ、藤尾乗ってんな。いや、将棋でそんなに頑張っても将棋ってもうルール決まってるからね。5回目も行っちゃってるけどどう面白くすんだよ。まあそれはね、人気の出る組み合わせだわ。それ以外ないからね、将棋とテーブルゲーム以外ね、将棋の組み合わせね。よし、アルファ版、絵か、キャラデザか。まあね、キャラクターモードの将棋っていうことにしようかしようかそうそう、なんだろう、魅力的なね、キャラクターたちがいっぱい出てきて、そのキャラクターたちが、こう、青春をね、なんだろう、将棋にかけていくんですよね。そういう感じで、水没をお願いします、絵を。ジャンプとかでやってそうな感じだね。うん、伸びないな。テラス、テラス。500万歩いった。いや、さすが、でもプレステータスの効果もあるかな。すげえ。めっちゃ売れとるやん。自社最高。お、ゲーム発展対象。これちょっと対象取っちゃったらどうしよう。まあいいんですけどね。はい、デザイン賞は？お、体感パパと野球。ありがとうございます。これもね、ビッグタイトルでしたから。デザイン賞なんだ。はい、音楽賞は？お、テラス、テラス。音楽もね、両音楽でした。テラス、テラス。誰がね、主題歌を歌ってるんでしょう。準グランプリは？モテ工房優子ですが、準グランプリを取るということは、ちょっとこれテラス、テラスのグランプリあるんじゃね？やっちゃった？今のところ全部アッポが撮ってますが、まあ、クソゲームはね、うち出しません。みんなのゴリラ。内容はどんな内容なんだろうね。うわー、ちょっとこれグランプリいっちゃったんじゃないでしょうか。第17回目にして。グランプリは、なんと、ルナードーン。なんだよ。緊張させんなよ。やっぱりね、満点近くを取らないとダメなんですね。おー、でも、準グランプリ、多分3年連続準グランプリ取ってますよ。おー、販売中のテラステラスがテレビ番組で発表されて売り上げ大幅アップ。これ最終的にどこまで行くんだろう。なんかこの将棋のゲームめちゃくちゃ面白くなってんな。ベータ版、音楽。音楽は前回は、第一とも子に任せましたので、今回は花ですね。よし、両音楽頼むぜ。うわ、2回目で乗ってんな、花。
3回目でも来てんな、これ。花書いてる書いてる書いてる。4回目も乗って、もうすでに50を超える。5回目でどんだけ行くんだ、こいつ。うわ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 。ちょっと、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 ちょっと。もう一回言いますね、じゃあ。ちょっと。94。神サウンドですよ。グラフィックだけはね、ちょっとうんこですけど。うわー、大変なことになってしまいました。歴史上、史上最高の将棋ゲームができてしまったんじゃないだろうか。うわー、ありがとうございます。よし、この販売前に、雑誌で、じゃあ、ここ打っとき、雑誌じゃねえ、雑誌じゃねえ。いやー、もうこれ、テレビ番組スポンサー以外やっとこうかも、金もあり余ってるしね。将棋なのにカードゲーム大会。あ、やっぱりあんま上がんねえなー。やべ、テレビスポンサーぐらいが一番いいね。月面広告とかどれぐらいあかんだろう。これ9億とかですよ。よし、完成。いい、デバッグ。あ、まだデバッグしてなかったんだ。いや、早い早い。いや、やっぱり似たもの、将棋のゲームが。いや、もともと売れなさそうだったのに。頼むよ。お、でも、独創性。将棋のゲームで独創性とは、なんぞや。はい、将棋のゲームできました。将棋。まあ、やっぱりシンプルに、将棋ゲーム。ふ将棋をやったことない人はね、はって思うかもしれないですけど、将棋の駒の中でね、一番弱い駒が、ふってやつがいるんですけど、補足しておくとね、その駒がふなんですけど、それのことです。ごめんなさい。はい、将棋ゲーム、ふ出荷する。お、好きだ、毎日やってます。これはまるで見る傑作。久々に見る傑作。好みもあるが買いだ。36点。将棋のゲームだよ。36点って多分これ過去最高得点じゃないの。だってこれ9点平均、平均9点ってことだよね。ふがまさかの、まさかの高得点。はい。ふ、初週はどれだけ売れるかな？お、テラステルス780万本。めちゃくちゃ売れたな。お、テレビ番組で紹介されて、うわ、初週140万本。お前ら、将棋のゲームだぞ。ただの将棋のゲームだぞ、お前ら。はい、ふはまあ置いておいて、まあこれも爆発的に売れるんでしょう。もうね、この会社が出せばね、何でも売れるっていう感じになってきましたよ。ちょっともう一つやっていないレースゲーム、これ行きましょう。でね、レースゲームといったらやっぱ車なんですけど、なんか車っぽいもんが ないんですよね。なんだ？レースゲーム？やっぱりね、恋愛っていうのはね、ある意味、レースですよね。俺はなんで常にすぐこう恋愛と何かをかけたがるんだ。いや、もう恋愛レースゲーム。うわー、これちょっと絶対売れなさそう。絶対売れなさそう。あー、でも決定しちゃいたい。よし、恋愛レースゲーム。いや、手軽さなんてねえんだよ、恋愛に。はい、恋愛レースゲームね。こうなりますね。やっぱりね、恋愛とはね、リアル、何回同じことないけって。43作目は恋愛でレースゲームの開発企画は誰にやってもらいましょう。いや、こいつらならね、もうね、恋愛とレースという、そんなね、組み合わせもね、めちゃくちゃ面白くしてくれますよ。じゃあ、ジョビンに書いてもらおう。お、ちょうど恋愛のためのいい案が浮かんでいた。お前なら、めちゃくちゃいい恋愛のレース、できるよ。やる気出せ、うわ。最近このパターン多いな。お、開発中のゲームの独創性、独創性が高いんだ。まあ確かにね、恋愛とレースって独創性の塊ですよね。よし、アルファ版キャラデザは誰にしよっかな。まあ花かな、251の花ちゃんに書いてもらいましょう。いやーね、やっぱり恋愛と言ったらね、やっぱりこう自分をね、投影したい。最後まで喋らせてくれ。7点って。あー、これ久しぶりにやっちまったなー。なんかもう、独創性のみがどんどん突っ走っていくんですけど。音
楽は、じゃあ前回は花に素晴らしい音楽書いてもらいましたんで、じゃあ今回は第一トンコですね。よし、恋愛のための素晴らしい音楽頼むぜ。音楽だけでも、音楽だけでも、音楽だけでも頑張って、花。花じゃねえ、トモコ。おお、いいよ、乗ってきた、乗ってきた。乗ってきた。このパターンは4回、5回と積み上げる感じでもない。あー、いまいちだな。お、現在開発中のゲームがハードメーカーの主力タイトルとして擁護され、援護されることになりました。はあ、発売後の売り上げ大幅アップ。恋愛レースゲームを援護してもらっても。うわ、7億持ってかれた。もうバグの数が半端ないんですけどして。もう開発中のゲームは完成しました。これからバグ取り作業に移ります。ここで宣伝打っときましょう。やはりもうテレビ番組スポンサーが一番コスパがいい。OK。そしてバグを取ってもらいましょう。いや、久々に面白さ100切っちゃったね。でも、独創性が200超えって、これ多分過去最高じゃないですか。これがね、吉と出るか、良と出る。おぉ、ふ !600 万本ただの将棋ゲームが。しかも、同じ時期に、似たようなゲーム出たって言ってましたから、これ、あのイベントなかったら800万本とか売れたんじゃない。よし。で、この恋愛レースゲーム、できましたね。独創性が高く評価される。まあ、組み合わせが悪いですが。207というこの独創性。恋愛のね、レースゲーム。恋愛のレースゲーム。はい、恋愛レースゲーム。まだ、ダメ。このね、男女は何のレースをしているんでしょうね。何を競い合っているのか。死亡で、はい、まだダメ。どうでしょう。ひとひねり欲しかった。ごめんなさい。いいね。ヒット間違いなし。9点。うん。とっても楽しい。9点。今年一番の出来事。おい、このクソじじい。エロじじい。まあ、僕のタイトルが、はい、殿堂入り。ありがとうございます。お、わあ、ふわね、600万も売れまして。お、雨天同社が新しいハード。あ、ゲームキューブ的な、はぁー。なんでしょう。運転タウンズ。Wii じゃん。ゲームキューブがなかったことにされている。Wii の方がめちゃくちゃ出荷台数多いんじゃないのこれ。うわ、1200万台。下手こいったー。まあでもね、プレステータス2。はリモコンで操作したりインターネットにも接続するようです。奇抜ですが、今までにないゲーム層まで広がるかもしれませんか。うわー、でもプレステータス2と、まあ、150万台しかね、差はないので。いやー、でもそっか、Wii か。おぉ、まだダメの、1周目の、売り上げ速報が続きました。販売台数は100万本。ありがとうございます。よし、最終的にどこまで行くかな。アイテム屋さんですね。じゃあ、転職の教科書を買っておきましょう。いやー、でも今回は売れたなー。あ、ファンレターありがとうございます。岡山県在住の佐藤和樹さんと呼ぶんでしょうか。28歳の方から、僕はポルノレーサーをやってるのです。初めてのファンレターで文章は読みづらいかもしれません。いつも初めてのサーキットは御社のゲームで覚えてから戦いに行きます。おかげさまで先日のチンパン島レースでも16位に入ることができました。中野レーサーにもゲームを進めようと思っています。まだダメで、練習をしてるんですね。お前は何のレースをいつもしてるんだ。はい、全国で発砲のファンが、増えているようです。ありがとうございます。いやー、めっちゃ売れてんな。でもちょっとなんだろう、もう400万本とかね、もう当たり前の世界になってきてしまったので、まだダメはね、まあこれきっと400いくかいかないかで着地しそうですね。いやー、ちょっとプレステータスすごいわ。ほんと、すごい。めちゃくちゃ売れる。明日夏まで入ったね。もう今年もゲームテックス。じゃあ、ぬいぐるみ配置でいいでしょう。もうなんだかんだで、まあちょっと去年より微増ですが、過去最高の6万7千人。ありがとう。もう販売中のまだダメ。まだテレビで紹介するか。いいのか、テレビで紹介して。まあ、最終的に400万なんとか超えていきましたね。素晴らしい。恋愛のレースゲームでも400万本売るというのは我が社です。よし。はい。というわけで今回はね、プレステータスに、ハードを移し替えて3本作りました。特大ヒットのテラステラス。
我が社の最高記録ですね、780万本を売り上げ、まあね、ただの将棋ゲームふあと恋愛レースゲーム、まだダメがね、まあいい感じに売れました。今回だけで1700万本超えですよ、累計。素晴らしい。はい、次回もこのプレステータスでよりね、タイトルを販売していって、もしかすると次ね、次回で、100万いくんじゃない、100億円超えますね。そしたらいよいよ自社のね、最高のハートを作っていきましょう。はい、それではご視聴皆さんありがとうございました。もしよろければ、よろしければ、チャンネル登録、高評価などしていただけますととっても嬉しいです。はい、それではご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。岩田でした。またね、バイビー。